クスト6から初めてストリートファイターシリーズやってるんだけど、ナロノとかジェミの技の字幕とか字幕と言ってるのが違って混乱するから、できれば正式名称で。ああそうだね、劣化とかそういうことだよね、絶唱とかそういうことだよね、出ちゃうんだよな。格ゲー系のね癖なんだよな。無敵技は昇竜拳だし、そう、弾を波動とも言っちゃうし、波動じゃなくてあのサンドブラストなんですけどっていう、まあ、元ネタはまあもうあの大体その技で有名になったキャラクターの元なんだよね。弾は波動拳がさ一番有名じゃん。劣化拳っていうフェイロンの、まあ、一番もう本当にああいう三段技で強いのがあるんだけど、流水拳とかも三段技なんだけど、もっと強い三段技持ってるやつがいて、昔の劣化拳はガードでマイナス3とか4とかだった気がするな。トンゴリで一番有名なのは雷撃かな。ストライクも先にまあ有名になったっちゃなったんだけど、雷撃の方がやっぱねちょっとイメージ強かったね。ちなみにトンゴリってのはあの飛んで降りる技って意味でトンゴリね。ドグラの動画のコメントでジェイミーの天身呼びにキレてるやついた。ああ、まあジェイミーもだから結構ねそのいろんな技があるからね。ジェイミーも名前一応天身だけどね、まあなんか文字が違うってだけで、歴代のシリーズで一番強かったキャラの技で言ってるって感じだよね。あ、覇王昇降コマンドとかそうだね。あとタイランレーブコマンドとかもあるんだけど、半回転前とかね。剣の逃がさんとかもどっちかというとトンオリってあれはね逃げ立つって言われてたんだよね。逃げ立つ巻きっていうのがあって、とんでもなく逃げるの、画面端から画面の逆の端まで飛ぶぐらいの竜巻旋風脚があったのよ。じゃあちょっと解説しようか、元ネタコーナー行こうか。まず逃げ立つね、見ててやばくない、これ逃げ立つやばいっしょ逃がさんのレベルじゃないっしょ。画面端では追いやられんじゃん、竜とかが。これで逃げるっていう、これ逃げ立つっす。スト6ってあのこの技クソ技あの技クソ技って言われてるけど、だいぶマイルドにはなってる。あー、スマブラっぽいね、確かに。であと劣化拳、劣化って言われてるやつなんだけど、これはフェイロンが元ネタなんや。これクソ画面押すのよ、クッソ画面押すし、クッソリーチがあるっていう。これクッソ画面押すでしょ、これ。で、コパレッカっていうのがあるんだけど、まあ、これはまたちょっと違う話だけど、このコパに劣化拳が仕込まれてんの。これが当たると、これが当たって、その一生これやるだけ。もう本当にこれだけ。このコパンがめちゃくちゃ、もう差し返しとか絶対無理だし、これも当たったらこれがぶつかって吹っ飛んでいくっていう、これ最強っす。マジのガンマチキャラっす。そう、ガードされてほぼ攪拌ないと思っていい。あ、だからね、ジェイミーの流水拳の元ネタがこれかな、劣化拳。まあ、フェイロンちなみに立ち回りガン強いの。あのね、今の JP とかの比じゃないです、立ち回りの強さ。 JP 兼ルーク混ぜてこいつが出来上がりって感じかな。ちょ、さっき言わせたけど、駒投げもあります。あー、崩せなかったーとかだったら大丈夫。駒投げあります。駒投げからちゃんとコンボいきまーす。みたいな。立ち回りガン強っす。だジェイミーの駒投げだね、言っちゃえば。で、雷撃っていうのが、超速くて。しかもこれ何が強いって、コマンドじゃないんよ。斜めとキックボタンだけ。やばいっしょ、クソ速っす。これが雷撃の元ネタね。しかもこれ簡単にめくれます。これ多分めくり、これめくりね。最強っす。酒は飲まない、いらないっす、何もいらない。で、あと絶唱っていうのがこれ、まあ同じような技だね、ジェイミーの同じような技で、これが EX 絶唱って技なんだけど、ジェイミーの絶唱ってマイナス1なんだけど、これはガードさせてプライチだったんだよね。で、転身ってのがこれなんだけど、これもちゃんとコンボにいける駒投げで、
これ別にノーマルでもコンボいくっていう。しかもこれやばいのが、これに投げ無敵ついてんだよね。だからジェイミーで言うと、あっちが投げ暴れしてでもこれで吸える。しかもこれ8セット5フレス、投げ読みで暴れに使うってこととかもあるし、なんかこんな感じでこういう感じで吸える、こんな感じでもいけるし、こんな感じもいけるし、このクソ早展開、まあ、手前落ちやからのこの駒投げやばいでしょ。これで終わりっす。絶対受けれないっす。駒投げから多分5割減ります。半分、発生5フレからやばすぎでしょみたいな。でこれがねやっぱね元ネタになってるのが、それぐらい当時の格ゲーマーにとって衝撃的だった。あ、これ、じゃ、これね、ジェイミーも同じやつあるでしょ。これね、ちょっと嬉しかったのが、ユンのね、タゲコンなんだけど、これ、踏襲されてるんですよ。しかも、コマンドも一緒。弱弱中。これね、なんかちょっと俺はね、嬉しかったね。台形タゲ、あ、これね。これでしょ？これもね、ちょっと踏襲してる。台足からのタゲコンがあるんだけど。これもいいんですよね。あとね、近代パンかな。これもね、ジェイミーの今の立ち台パンに近いよね。これ。近くね、これも。これ、近代パンなんだけど、昔の格ゲって、遠距離の台パンと近くの台パンで技が違ったんよ。遠近技があって、近い技、遠い技があったんだよね。ジェイミーのヤン要素は、まず、これだね。昇竜拳だね。昇竜拳が今のあれにちょっと近くない？ジェイミーの技に近い。これ超球体って言うんだけど、これがね今のやつとほぼほぼ同じかな。あとはこれ、これ筋中系なんだけど、これも今のあれに似てるよね。下系系とこんな感じにできない。あとね、これでもね、ジェイミーでちょっと調整欲しいなって思うのが、ガードされてもさ飛べないじゃん。ヒット時に飛べるんだけど、これガード時も飛べるんだ。なんかちょっとね、攻めのバリエーションができるの、これ。それね、俺すごいおもろいなと思う。このキャラのおもろいとこなのよ。まあめっちゃ嫌われそう感はあるけど、でもあったら面白いなとは思うけどね。さすがに強すぎるか？わからん殺しっつっても、こっからのまあ、OD、無影襲ぐらい。まあ、スト4だと別に言うてこれは強くはなかったけど、やると面白かったけどね。なんかこんな動きとか。なんかやっぱちょっとノイズじゃん。やってて面白いのよ。使ってる側が。これキャミーとかもそうなんだけど、どっからでも表裏行こうみたいな。でこれ、これストライクこれやばくない？これストライクっす。これどんなのでも踏めるから、ゲージ溜まるし、コンボ余裕っす。パニカンとかないっす。なんなら大パンも余裕っす。で、これちなみにこれ当たると、これ2ヒット。これ日が暮れるほど有利です。テイストからテイスト。日が暮れます。これね、あと、こんなんも繋がるんよ。これ。やばいでしょ。なんでも。こんなんもあったな。まあ460ダメージ。